サバディクラ。今回はタイ旅行の注意点としてコンタクトレンズというテーマでお伝えしたいと思います。まあ、コンタクトレンズをされている方は目の乾燥をね気になされる方も多いんじゃないかなと思います。タイ旅行をしていますとトゥクトゥクに乗ったりモーターバイクにね乗ったりする場面もあるかと思うんですけども、まあ、顔にね風が来ますので、目の乾燥もね、より感じられるという場面も多いと思います。そんな時にですね、少し注意していただきたいのがですね、ついね、目をこすってしまったり、レンズをね少しこう指で調節してみたりっていう方もいらっしゃると思うんですけども、そういう感じのねことをしてしまいますと、目にね炎症が出てしまったり、物もらいやですね、結膜炎といったようなですね、そのような症状が出てしまう可能性がありますので注意していただければなと思います。タイはですね、湿度がねなんかこう高いらしくて、なんか雑菌の繁殖も割とね早いっていうイメージがあります。ですので、汚れたね、手で目の付近を触ったりしてしまいますと、それがね原因で、炎症を起こしてしまったりするとね、少しね、嫌だと思いますので、ご注意いただければと思います。ちなみに私はですね、以前そのような状態の中で、目をおそらく触ってしまったんだと思うんですが、物もらいをね発症してしまいまして、病院にね行った経験があります。ということで今回の動画は以上です。私が行った病院は7駅近くのバルンラード病院という病院へ行きました。おそらくですね、物もらいの膿を、出すような、手術をしていただいたんですけども、海外旅行保険を使わせていただきました。料金はおそらく1万バーツぐらいは超えていたのではないかなと思います。こちらのチャンネルでは主にタイつながりとしまして、タイ旅行で感じた感想やタイで食べたもの、行った場所などをご紹介しております。